皆さんこんにちは、お久しぶりです。専務葉月亮役松風雅也です。私がそのテレビシリーズで、ヒーローもの、戦隊ヒーローものをやった次の年ですかね、オーディションの話をいただいて、その時にオーディション会場に行くのに細かいことは言えないと、さらにハンコをですね、日本の印鑑ですねを持ってこないとダメだよっていうふうに言われたんですよ。もう何のことなのかなと思ったんですけども、オーディションを受ける前に契約書にサインをできない人間は帰ってもらうっていうような。でオーディションの控え室もう結構有名な役者さんもたくさんいらっしゃって、でそこで事前に渡された契約書にサインをみんなして、ハンコもついて、でバーンと扉が開いたらですね、ユウさんがいるわけですよ。そこからオーディションが始まるっていうのが、もう今を思うと本当にシェンムーの一歩目ですね、第一歩目。僕も生まれて初めてなのは当たり前なんですけど、後でも言われたんですけど、僕は葉月亮プレイヤーでもある主人公の日本語の音声と声ですね、会話、あとモーションキャプチャーっていうのも僕がやらせていただいて、それ前はヒーローものやってたので役者だったので、まあ、自分が動いて自分が映って自分が喋るっていうのは当然なことだったんですけど、それバラバラなんだけど君に担当してもらうのはここなんだよっていう、モーションキャプチャー俳優、あれ結構世界でもなんか世界初に近いんだっていうのを後で知ったんですけどね。だからそれも全部開発もしながら世界の最先端で芝居をして作っていくっていう、画面の中に一個世界を丸々作るので、それはそれは大変でしたね。アクションシーンでいうと全部の立ち回りが、僕よく言うんですけど、カメラがこういう風に撮ってたらこう殴るんですよね。でそうするとカメラがこう撮ってるんで殴られたことが重なるのでわからないですよね。でカメラがこう撮ってる場合ってまた殴り方を逆にして腕をこう重ねていかないとっていう、でその関係性っていうのが全部バラバラになるので、プロのバイクのレーサーが脊髄を守るためにつける脊髄パッドって僕らカメって呼んでたんですけど、それを前後につけて本当に蹴っ飛ばしたり本当に殴ったりするんです。そうしないと後でカメラワークをつけたりプレイヤブルだったりとかするので全部できないということで、だから立ち回り全部本当に当ててました。でそれに合わせて本当に嘘みたいにわーって吹き飛ぶときはもう腰に紐をつけて本当に蹴飛ばされるリアクションに合わせて10人ぐらいの人が引っ張るから体が飛んでいくみたいな、香港映画のなんかワイヤーアクション的なことを実は全部アクションシーンではやってるんですよね。だから今見てもあいいなって自分でも思うのは、やっぱりダメなんですけどね、マジ当てっていうですね、次のカットのアクションとか最後の一手はマジ当てでいきますよとかってよく殴り合ってましたね。今でもシェム作ってたアクションの人と仲いいのはやっぱりいっぱい殴り合ったからかなと思うんですけどね。それ以外も例えばただ立つとかただ座るっていう動作も全部僕が撮ってるので、例えば立つ、でこれ立つもこっち側に立つ、こっち側から座る、こっちにも立つ、これ右手で開けて右足で出る、開けて左足から開けてこう出るみたいなのも全部、多分これが一番皆さんに見覚えのあるよね。それもだから基本動作だけでどのくらいですかね、すごい数撮ってると思うんです。100や200じゃ収まらないと思いますね。子猫見つけてしゃがむとか、じゃあちょっと優しくしゃがもうかなとか、そういうのもなんかみんなでこだわって全部やったと思ってます。モーションキャプチャーをやるにあたって、実際にアクションの稽古を僕の体に13個センサーをつけて、でそのアクションをやっていく上で実際に五指開門八極拳を習ったり、葉月亮は五指開門八極拳を知らずに身につけているという設定なので、自分もやっぱできてないといけないって、でどうせやるんだったらちゃんとやろうよみたいな、まあユウさんの集めた周りの人たちはみんなそういう人たちが多かったので、で僕も実際に弟子入りしてその期間みっちりと練習しましょうみたいな。
では、寮の構えなんですけど、葉月寮はお家が道場で知らずに八極拳を身につけていたっていう設定があるので、今回モーションキャプチャーにあたっては実際にですね、八極拳の先生に教えていただいて、八極拳の独特な構えと普通の人がやるこう戦う感じの普通の感じとの真ん中で葉月寮構えっていうのをですね、立石の方と作ったりして、これがだから通常時からこう入るとなんですね、こうだとするとこうブブブってなったのがアクションになるとバッとこう構える、で最後のやつがバンと終わったらこう戻って前ボタンを押してもらうと歩くみたいな、そんな感じ